シャスの中です。今回はこちらフォートナイトに新しくね飛行機が来たじゃないですか。もう昨日ねだいぶ楽しんだんですけれども、少しねここでね僕思ったんですよ。この飛行機あれじゃないですか、空でこうね無限に空で飛べるじゃないですか。この飛行機でずっと、まあ、飛んだりしてたら最後まで生き残れるんじゃないかって思ってね、飛行機に乗ってて空にいると、まあ、必然的に地上の人からは飛行機を壊されない限り、まあ、ほぼほぼ殺されることがないわけですよ。なので僕は空の覇者になってずっとね最後 の、 移動する、アンチになるまでずっと飛んでったら意外と生き残れるんじゃないかなって思ったんですよ。で、まあ、まずそれに必要不可欠なのはライバルの削除。そうなんですよ、飛行機同じ飛行機乗りがね空にいることは絶対 NG ですから、まあ、だからね飛行機乗りがいたら、まあ、即刻ね飛行機を破壊して私だけのね空にしなくちゃいけないって、まず空の覇者にならなくちゃいけないということで、まああとは、まあ、その後の話ですよね。このね空の覇者になってそれで最後の一人を見つけたら倒す段階にあるんですけど、その時にまあ何にもできなかったらクワだけ持ってたらダメじゃないですか。のためにちょっとね収集をする、そう、その2つですかね。ちょっと収集をして飛行機の特性としてねすぐ離陸できるしどこにでも行けるしっていうこの特性を生かして資材を効率よく集めて最後までずっと飛んでたらこれいいところまで行くんじゃないかという形の今回のねちょっと企画やっていきましょう。え、ちょっと待って、めっちゃめんどくさい。マジかよ。ボクシングさんっぽい人、勘弁してくださいよ、ほんと。愛ざいませんよ、ちょっとそれは。意外と人がいるな。もっとなんか人いないところねえのかな。ホーンデッドヒルズとかになったら人はいなくなるのかな。意外と安全地域ないな、このゲーム。平和に今日も生き延びたい七日でございます。ショットガンがございません。このショットガンゲーと言われているフォートナイトなのにショットガンがございません。これあれじゃねえかな、グライダーの敵とかってあれバカバカくるくるっとしてる場合じゃないよ。まあ待て、やべえなこれは。おー、ちょっと待って、座席、なぜだ、ドライバーだ。おー、やべ、よっしゃ、なんか知らんけど撃ち落としたぞ敵を敵を撃ち落としたぞ。これでよかったんか、これ目的は達成なんか。え、また新しいの来たの？え、また？君しつこいな、なんか外側に止まってるのはあれか。またパッセンジャーになって君を。もうパッセンジャーの後ろドライバーじゃないよこいつ。まあまあ頭おかしいよ。あ、ちょっと待って、あれ多分俺の飛行機なんだよな一番最初に。お前はしつこいな。人もショットガン持たずに戦ってたよ。
いや残り10人か、長生きしたいもんだね人生。さあこれでどこまでいけるかな。なんやかんや2キルはしたのか。1匹飛行機、あれはあんまり強くないぞ。ストームどこになってんだこれ。あーね、これぐらいの高さで飛んでたら多分敵は撃ってこないでしょう。残り9人、エンジン停止が速攻起こる。この空気の薄さ、なんか崖じゃないなこれは。敵どこなんだろう、わかんないけど、まあ適当に範囲の中飛んでたらいいでしょう。どうせここら辺ぐるっと回っとけばなんとかなるでしょう。これでずっと行けばいいんじゃないの。空ごもりとも言った方がいいのかな。この空にずっといる、これで長生き。どうだろう、こっからが本番だろうな。なんやかんや2キルしちゃったけど、ちょっとちょっかい出しては逃げ。最低ですねこれは。これは最低だ。まあまあ最低だ。落下し狙いでいけるんじゃないかな。このあやべ、これ落下し狙いとかってできねえのかな。あやってるね。もうちょっと高く減速してくれないとあれかも。残り6人、これ勝手にみんながアンチのところで焼かれてくれたら私に勝利の女神が微笑むのではないか。これはやったいですね。あやっぱここな、ここに一人でしょ。やばいやばいやばい、めっちゃ撃ってくるのは低空飛行でかわして行くを。もうちょっと怖いからね、敵がなんか収まるまで上空で待機してようかな。それもありだな。この飛行機ベシベシ撃つような暇がないでしょみんな。そんな感じでしょどうせ。さあ飛行機ゲート化したこの、飛行機ゲート化したこのフォートナイト、飛行機の操縦士はやはりギョフレルのでしょうか。これはちょっとね、あのスナイパーに狙われてるっぽいから上空に逃げよう。これ上空に逃げたらあいつらも当てれんやろ。おお、タレット使うとるやんけ。こうやって嫌がらせばっかりして、まだ6人から減らないなこれ。みんな何やってんだよ、何やってんだよとか言って俺が言うのもなんだけど。おおやべやべやべ、こっからじゃないか。4人残り、飛行機ゲート化したこのフォートナイト。さあこっからエリアの移動が激しくなるんじゃないかな。飛行機だったら間違いなくあれだからな、最後の1人になるまで敵はちょっと戦っていてほしいんだけどね。こっからだよこっから、範囲に飲まれながら敵はいろいろと苦労するはずだから。残り36秒、私は空の陰キャと化す。さあ敵さんはどういう風に立ち回るのでしょうか。意外とここからのまあ眺めは良しなので、安全に安全に私は空の旅を楽しんでおります。地上のものはもう何がどうなってんのかさっぱりわかんないけど、あでもやっぱ撃たれるんだね、撃たれるんだね、やっぱそうだね。こっちめっちゃ狙ってくるね、めっちゃ狙ってくるけど、でもそんなことしてたら地上の連中が狙ってくるはずだから厳しいはずだよ。まあそろそろ鬱陶しいと思うけどねこの飛行機も。まだ私飛行機行きたい、まだ死ぬわけにいかない。あ痛い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 、ちょっと今の痛かった、ちょっと今の痛かったな、ちょっと今の痛かったなとか、エンジン停止しつつ旋回を繰り広げる。ここで残り3人、はい、自分と相手が今どうなってんだ。あこもってんねあれ、やばいやばいやばい。これはちょっと待って、これはちょっと待ってよ。減速繰り返して減速繰り返して、残り1人になったところでやっとこさ
私はできるっていうところですよ。相手は相手でなんか、あ、そういう形ね。ああ、なるほど。全力で空の上に逃げよう。ああ、これはまだまだ私生きてますよ、これ。どこだ、当たってんだよな、意外と当たってんだよな、これ。14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、大幅な移動を始め、ここっすよ、ここ空の覇者は空に逃げる。これはちょっと範囲の移動速度が遅いか。あー、バカ野郎でも僕はここからここでずっと安全ですからね。あなたたちはどう、いやー、痛い痛いけど、あ、終わった。なるほど、これはもう速攻安全地域の方に僕は逃げさせてもらって、オッケー、勝った、イエーイこれはひどいというわけで今回はね、飛行機で、ビクロイは取れるのかという感じでちょっとやってまいったんですけれども、これは今回の飛行機が強いことがちょっと判明してしまったのかもしれませんね。いやー、自分もなかなかの陰キャプレイだけど、これで勝てるのか、すごいことになったな、これは。いやー、これはね、なかなか皆さん飛行機は優先的に落とした方がいいのではないかななんて思うようなビクトリーロイヤルでございました。いやー、こんなことになるんですね。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう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 、何なんそれ。多分いける、多分いける。 OK、 ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。 OK、 来たー、よっしゃー